こんにちは、雪合衆です。今日は劇団スバルの We Happy Few、 我ら幸運な少数、 We Happy Few という芝居についてお話します。これは作者がイモジェン・スタブズ、そして翻訳には芹沢みどりさんが当たりました。演出は千葉哲也さんです。大山のピットスバルで芝居が行われました。まずこの作品は福田光尊役の福田恒成さんの翻訳のシェイクスピアのセリフが満載されていて、実に耳に心地よい楽しい芝居になっています。懐かしい感じがしますね。福田さんの翻訳は1970年代からできています。特徴は3つあって、日本語シェイクスピアの作品を語る、喋るために大幅改造しているという点です。いくつか要素があると思うんですけれども、統治法を多く用いている、それから漢語を多く用いている。この漢語はラテン語系の単語をシェイクスピアが使っていますから、漢語を使うということは適切なわけです。そして行動に即したセリフであると、演技にアクションをもたらしている、そういうセリフだということです。第二の福田役の特徴というのは、非常に指摘センスが高い、語呂が良いセリフだということですね。そして第3番目にシェイクスピアと一緒になって福田さんは何箇所かで創作を行っています。例えばヴェニスの商人の中で Farewell Heat Welcome Frost というセリフを、さらば夏の日、これからは霜を抱き寝の夜を迎えようと、 Welcome Frostだけで霜を抱き寝の夜を迎えようという創作をしているわけです。こういったところから福田役というのは非常に今でも珍重されるべきものだと思います。第二次世界大戦中、ドイツの空爆が行われる中、英国初の女優だけで構成される劇団を創設して、シェイクスピア作品を中心にレパートリー35作品の中から1500回の公演を演じた実在の人物、ナンシー・ヒューウィンの The Osiris Players というのをモデルにして作られている芝居です。この劇団は7人の女優によって構成されていますが、劇中劇をやりつつ女優それぞれの人生を滑車するという、そういう芝居です。空爆の中で芝居が展開する様子、そういった場面はまさにドレッサーの雰囲気に似ています。演出をやった千葉哲也さんは、かつて金下達夫さんの主催するザ・ガジラに属していましたけれども、この劇団は極限状況を緊迫した空間の中で表現する、そこの中における人間を表現するといったことで非常な特色を出しています。金下さんの作品は最近民芸の作品として公演で民芸の新機軸カストリーエレジーというのも公演が今行われています。この芝居の主人公ヘティ・ホークスですけれども、この役を高山香織さんが演じています。とても力強い作品、役柄に作られています。
そしてヘティの良き理解者となるのはフローラですけれども、このフローラ・ペルメットをユア・アツコさんが演じています。非常に情感に満ちた演技です。そして7人の役者がいるわけですけれども、ヘレンという役者、林加代子さんが演じていますけれども、派手な服装で、そして時々ジュリアス・シーザーの芝居の衣装のままの衣装で演技をしていますけれども、実に印象的な役者であるというふうに思いました。ヘレンがすごいです。そしてチャーリーという役者がいますけれども、これは女性なんですけれども、男装していて車の修理工をやっていた、車の修理もできるということで非常に珍重されています。彼女は前山裕子さんによって演じられています。そしてこのチャーリーはロザリンドと同性愛の関係になります。アイビーという女性がいますけれども、この女性はバーミンガム出身で女中をやっているわけですけれども、彼女の役を古谷みちるさんが演じています。アイビーはドイツから来たジョゼフと恋仲になり、彼の子供を宿りますけれども、空爆、芝居の終わりの方で空爆にあって亡くなってしまいます。そしてロザリンの上林美奈美さんが演じています。ロザリンドはラダーを卒業したばかりで新人なんですけれども、彼女の母親がヘレンで、こうヘレンを連れてくる、母親なら芝をやると思うわということでヘレンを連れてくる重要な役割を果たしています。そしてジョスリンの役を竹村俊子さんが演じています。まあこのヘティ、フローラ、ヘレン、チャーリー、アイビー、ロザリンド、ジョスリンという7人がこの劇団の女優であります。そして内務大臣の役を石田博秀さん、石田爆英さんが演じています。彼非常に声がいいですね。内務大臣の役はほんの少ししか出番がないのでとても残念だったですけれども、彼が大活躍したグリークスという芝居を思い出します。石田さんは声がいいので別途シェイクスピアのソネットなどの朗読会でもやっていただきたいという感じがいたします。そしてガートルード・ローゼンバウムの役を磯部雅子さんが演じました。ガートルードはピアノを弾きます。そしてジョゼフの母親という役もありです。ヨーセフ、ジョゼフは町屋圭介さんが演じました。まあ、ドイツ語を母語として英語が外国語であるというふうな役柄です。この芝居の英国での初演は2004年であったわけですけれども、作者イモゼン・スターブッチの夫であるトレバー・ナンの演出によってギルグ・デ・シアターで行われました。この芝居は序幕から始まっています。大道具、小道具、そして衣装などがこう集積して打ち捨てられた倉庫みたいな場面がありますけれども、もう15年以上も打ち捨てられたままになっています。この
倉庫の所有者だったヘティというのはどんな人物だったんだろう。この人は劇団をやっていたらしいといった部分から始まって、このヘティの恐怖の館と呼ばれている場所、これを紹介するというところから始まります。現在のその倉庫の所有者が去ると、ヘティと仲間のフローラが登場します。彼らはもう時間が経っているわけですから、亡霊という存在なのでありましょう。松岡泉さんの美術によるわけですけれども、この素晴らしい雑然としたこの衣装が垂れ下がった棚がこう両側に開くと、そこの奥ではマクベスが演じられています。戦争中、このままではあまりに退屈だと感じたヘティは、女優ばかりの劇団を設立してイングランド中を巡業しようとするわけです。内務大臣に会うと、戦時に芝居など不要だと言われるわけですけれども、肉体に食物が必要なように、魂が生きるには芸術が必要だとして、結核で死にそうになっている子供に対してハムレットが亡くなる時のセリフを語り、それで大臣を説得します。大臣はそれならマクベスの主演をやれというふうに言います。まず役者を集めること、オーディションから始めなければなりません。それでオーディションをやってマクベスを公演して、実際にそれが成功し助成金の認可を得るまで、これが一苦労です。この場面で第一幕が終わります。あとは空襲の中で芝居を続ける苦労が続いていきます。こういった時に苦しくなると、ヘティはいつもセント・クリスピンとセント・クリスピアン、この二人に祈ってきたわけです。それの結果力を得られるようになったわけですけれども、このセント・クリスピン・クリスピアンの話っていうのは、ヘンリー5世のアジンコートの戦いの前の夜にこう祈ったこの相手の人物であって、こっからタイトルが来ています。 We Happy Few。 彼女はヘティはお父さん子であって、いつも亡くなった父親のレインコートを着ています。それぞれの役者にそれぞれの苦難があります。フローラはやがて同性愛者であることを非難されて、夜中に氷の張った湖の上で自殺した親戚の少年のことを語ります。またクリスタル・ナハトの時に産婦人科医をやっていた夫をドイツに残したままロンドンに亡命してきたガートルード・ローゼンバウムとその息子の話もあります。ヨーゼフはバーミンガムから来た女中のアイビーと恋仲になって、彼女は妊娠するということになります。そして彼女はユダヤ文化を身につけようとして必死になっているわけですけれども、ヨーゼフの母親に宗教を理由に結婚を認められない。そしてそのままヨーゼフは出征して戦死してしまいます。アイビーは空爆の際に死んでしまうわけですけれども、体内の子供は義理の母親であるガートルドがマクダフのように帝王切開を行って赤ん坊を救出し、ブリス・ローゼンバーグと名付けました。ガートルドにとって息子も義理の娘も亡くなってしまったわけですけれども、孫娘ブリス恵みだけが残されたということになります。
役者が足りないという時になった時、ラダー出身のロザリンドが、母ならやれるだろうというふうに言います。母のヘレンは往年の名女優であり、今はアル中になって、子供向けのラジオ番組で白雪姫などを語っています。この派手な女性、派手な衣装の女性、林加代子さんがヘレンをやってるんですが、これが実に良かったですね。彼女によって非常に舞台が画期的な活力を得たというふうに思います。ジュリアス・シーザーの衣装のまま登場したりしています。娘との間にわだかまりがあったのですけれども、それは娘が自分を愛して自分がいなくなってしまった際に寂しさを感じることのないようにわざと振る舞っていたのだというふうに最後の方で告白します。またチャーリーとロザリンドの同性愛の場面もあります。ヘレンは強姦された時に妊娠し、この強姦されたっていう部分はテキストレジによって削除されていましたけれども、その出産した時に子供の顔を見るのも嫌だったっていう部分がありますが、その息子はフランスのどこかでドイツ軍と戦っている。芝居の、しかしこの芝居の最後のところで、ザ・タイムズの死亡名簿のところに息子の名前があったというふうに知って驚愕し、かつ悲嘆にくれたりする場面もあります。いろんな要素がシェイクスピアの芝居とともに紹介されるという公演になっています。最後にヘンリー5世が公演されるんですけれども、フランス軍と英軍との場面を明確に区別するために、フランス軍の兵士が皆雨傘を差しているという状況を作り出しているのが非常に特徴的です。最後はこのプロスペロのセリフで終わっていますけれども、どうかそのまま陽気に、今や余興は終わりだ。あの役者たちは前にも言った通り、すべて妖精たち。そして今は空気の中に溶け去ってしまった。空虚な空気の中にな。すべてはやがて溶け去り、この実体のない出し物のように消滅し、後には何も残さないことになる。人間は夢と同じ素材で作られている。そしてささやかな人生は眠りとともに終結を迎えるのだ、というプロスペロのセリフで終わっています。非常に良い芝居でしたね。人生の中で演劇は重要な役割を占めるというお考えの方は、チャンネル登録願います。ありがとうございました。また別の芝居でお会いしましょう。